こんにちは熊野球ですそれでは早速本日の記事をご紹介いたします大谷翔平語録それではご覧くださいどうぞ野球の神様を信じますかそう聞くと大谷翔平はこう言ったいると思いますよめちゃくちゃ野球がうまい野球の神様ちっちゃい頃から野球を始めて 終わるまでの野球人生が30年以上あったとして、全部の技術を習得することはできないと思うんですそうこう主全てにおいてレベル100なんてありえないのだからどこまでそこへ近づけるのかが一番の楽しみですし現役のうちにできる野球の技術全てに取り組みたいはここまで野球が上手くなったということを自分の中に残したいんです全て レベル100の全スキルを持っているのは野球の神様だけですからね大谷の永遠のライバル大谷が目指しているのは野球の神様に近づくことだった大谷にとっての野球の神様は永遠のライバルなのだとなれば今の自分が100のレベルだと思えない限り誰に勝とうがタイトルを得ろうが満たされる瞬間が来ることはないだから今の彼には時間がいくらあっても足りないのだ 練習をする、食事をとる、休む彼の生活のすべては野球がうまくなるための時間になっている例えば練習についてはこうだ練習するからには常にきっかけを求めてやっているひらめきというかこういう風に投げてみようこうやって打ってみようというものが突然降ってくることがありますからねもし休みだからって練習をしなければそのひらめきには出会えない そう考えると練習を休む怖さってありますよね自分がもっと上手くなれたかもしれない可能性を自分で潰してしまうんですからまた食べることについては味のことは考えていません基本の PFC タンパク質脂肪炭水化物のバランスを整えることがメインで調味料がどうのこうのではないんです栄養素で言うと例えばオートミール白米玄米 パスタがあったとしてその人に合う炭水化物があるのでそれをいろいろ試していますおいしいかどうかではなく筋肉の張り感とか体重の変化を見ながら長期間主食をオートミールに置き換えたらどうなるのかなとか食事でそういう実験をしています大好きなチョコレートやクレープも体作りの邪魔になる時期に安易に口にすることはないそして大谷にとっては寝ることさえも野球がうまくなるための時間になっている これだけ毎日ののようににに試合に出るとなるととななリリカバリーの方が大事になってきますからねどれだけフレッシュな状態で毎日試合に入れるか1試合単位で考えても怪我をしないで1年間やり通すという意味においても一番大事に考えているのは寝ることですもともとシーズン中はいっぱい寝るようにしてきましたけど今年は特にいっぱい寝るようにしていますナイターデ ナイトゲームの翌日がデイゲームなら67時間寝られればいい方かなという感じですけどナイターナイターだったら10時間から12時間は寝ています僕がダメでも次の世代につなげられたらこれほど大谷が野球のために24時間を費やすことができるのは高校での3年間に彼が教え込まれた大切な考え方があるからだそうですね迷ったら正しい方向を選ぼうとするようになりました 選ぶのと選ぼうとするのとでは違うと思いますけど僕は選ぼうとします今毎日毎日野球ばっかりやっていて楽しいんですけどでも時には嫌だけどやらなきゃいけないなと思うこともあるし本当は練習したくない時もありますそりゃあそれで打てるならそうですよ毎日家でゲームだけして試合に行ったら打てるというならそれでいいじゃないですかそれが面白いかもしれないし 面白くなないいかもしれないそんな風になったことがないからわからないし僕はやらないと打てないので練習やりますけどねかっこい楽しいより正しいやりたくなくても成長するためにはやらなければならない時自分から取り組めるかどうか楽しいことよりも正しいことをやろうと考えて行動した結果きらめきが成長をもたらす喜びを大谷は何度も味わってきただからこそ 何が正しいのかを考えて行動することの大切さを学ぶことができたその原点はこの言葉にある先入観は可能を不可能にする思えば大谷からこの言葉を初めて聞いたのは彼が高校生の時だった今の大谷にはどう響いているのか聞いてみたそこは今も全くその通りじゃないですかという感じです僕がプロで2つやっていこうと決めた時も いずれはメジャーに来たいと思っていてその日が来たら多分ピッチャーをやるんだろうなと考えていましたでもそれさえもそうじゃなかった自分がどうなるのかどこまでいけるのかということは自分でもわからないんです予想以上にバッティングも良くなってくれたし自分でもわからない可能性がいっぱいあったなと思いますだから自分ではできそうもないなと思ったことをやるかやらないか可能性を潰すか潰さないか 全部が全部をやったらいいかというわけじゃないと思いますけどやることを止めなくてもいいなとは思いますほんと何がどう転ぶかというのは分かりませんからね大谷自身でさえメジャーではピッチャーをやるんだろうと思っていたしかしバッターとしての可能性を捨てなかったことで大谷はベーブ・ルース以来の二刀流の選手としてメジャーの舞台へ降り立ったそして2018年ピッチャーとして要勝。 バッターとして22本のホームランを放って新人王を獲得するさらに2021年ピッチャーとして9勝を挙げバッターとして46本のホームランを放った大谷は日本人としてイチロー以来2人目のリーグ MVP に輝いた各球団の監督コーチの投票で決まるシルバースラッガー賞野球専門のメディアが選ぶ最優秀選手賞なども含めるとトータルで 難関を手にしたか数え切れないほどだ数字だけを見れば「とう」「た」とも大谷を上回る選手は他にいるのになぜなのかそれは二刀流という大谷の存在がメジャーの価値観を変えたからに他ならない実際今年のオールスターゲームでは1番 DH 大谷で「先発ピッチャー大谷」という特別ルールが採用されたつまり ピッチャーの大谷とバッターの大谷が2人揃って試合に出るというありえないことが現実となったのであるそもそも大谷がメジャー移籍を希望した時メジャーの球団が二刀流でオファーを出すなんてありえないという声が大多数だったところが二刀流でというチームはいくつもあったそのことについて大谷はこう話しているそれは嬉しかったですね僕が日本のプロ野球に入った時 2つなんてできるはずがないのにという人の方が多かった少なくともそういうところは変えられたのかなと思うので2つやってきてよかったなと思いましたこの先は僕がダメだったとしても次の子供が出てきてくれればそれでいいんです一人失敗したからといって終わりだとは思いません一等一打に夢を描いてピッチャーとしては170キロのストレートバッターとしては 170m のホームランを思い描き200勝とか2000本編んだとは違う一投一打に夢を抱くそれが誰も歩んだことのない真の二刀流のパイオニアとして大谷の目指す瞬間最大風速となっている僕2つやると決めた時から数字には本当にこだわっていないんです一年一年の結果は自分が何を残せたのかという指標として気にしますでも現役を終わるまでにどのくらい打ちたいとか いくつ勝ちたいとかそういう気持ちは全くありません現役でいられるうちにフィジカルも技術も獲得し得るものは全部獲得して終えたいそこだけなんですでっかいホームランを打ちたい誰よりも速い球を投げたいそう思って練習してそれができた時の嬉しい感じ僕は今もその感覚を求めて野球をやっていますライバルは万能の野球の神様 全ての能力で100点の野球の神様に渡り合おうとしているのだから大谷翔平の野球に終わりなどあろうはずがない本日の動画は以上になります興味を引いた方はチャンネル登録グッドボタンをポチッとお願いいたしますではまたの機会に